ああゲーム3日目うお朝家を出るとアパートの前に引っ越しのトラックが止まっていたあ誰か引っ越すのか中の荷物をどうしてるのでどうやら誰かが越してきたらしい誰が越してきたんだろう少し興味を持つもののファミリータイプならともかく一人暮らし用のアパートで近所付きなんてものはないまあないな <laughs> ないなたくないなうん危ないしうん だからすぐに興味を失い、そのまま学校へ向かった。気になるな、誰か。動画の再生数に変化が現れたのはその日の夜だった。今日の文を取る前に、昨日の恥ずかしい動画にコメントが来ていないか、恐る恐る覗,覗いてみたの中、再生数が異常に多い。あらま672。なんかリアルな、リアルなやつ。<laughs> 投稿1日でまあないな私もないです <laughs> この辺の動物系が伸びてるのもなんか分かるわうんそれ以前に続きものの動画は初夏が一番多く再生され回を増すことに数字が減っていくのが普通だまあそうだねまあ最後が伸びるとかはあるけどまああの、まあ、大体減っていくよね減少傾向にあるよねまさか 終わった1046回再生終わった終わったつんだ <laughs> やばい続きを投稿しなければならなくなりましたな,なんでねなんでだよ初回の動画は1000再生を超えていた俺の動画で一番大きな数字は1年前に投稿した動画の350再生になれるその3倍強にもなる数字をたった2日で稼いだことになるこれねめっちゃ怖いんですよ 私もあの、ショートとかでね、バンって、増えると、結構怖いです <laughs>。変なこと言ってなかったかなーって。どこかにさらされているわかる。思うよね。いや、それならアンチでも何でも誰かかしら。誰かしらのコメントがあるはずだ。コメントないの原因があるとすればゲームの方かあー、めっちゃ、ボーンって、他の人がやってるとか。 あそうそうどこかの大手が同じゲームを実況していたらそれに引っ張られたこの動画の再生数が増えてもおかしくない確かにね同じねゲームやったらねおえめっちゃ伸びてんじゃんこれ12.3万回再生そう思い74のメーカ台で検索すると無造無造の実況者に交じる確かに一人の有名実況者の動画があったお前7つの挑戦をするとこのような理を知ることができるらしい うちのタイトルこれにしよっかな <laughs>。正直者とかそんなわけないんだよ。友達じゃなくても映画いるから大丈夫。なかなかこの映画出けすいぞ。投稿時間は今日の3時。俺の映画撮ったらすぐ投稿したのだろう。あー、仲間。早速その動画を再生してみる。4るよ。俺と同じ始まりだ。もうすごいなんか、夏って感じの背景やけど だけどその先が俺と違っていたあれ ?0 時になったけどページ変わんないなぁその実況者の動画ではどんなにリロードしてもページを開き直しても画面があのサイトに変わることはなかったえなのにこんなサイトされてんのどういうことえ動画が早送りに切り替わり10秒ほどで1時間が経過するああ 1>, 1時間粘ったものの残念ながら噂のページで飛ぶことできませんでした。だやら俺は選ばれなかったようです。選ばれるなんじゃそりゃ。お前選ばれるだよ。俺はその単語に首を貸してた。釣りの可能性も考えたらけど IP とかで無,無作為に接続されたり弾くようになってんのかなこれ。あー、ランダムで接続大変じゃね うわあ、気になる。だって噂が本当だった場合何が起こるか分からないし、俺はここで諦めることにするよ。もう、まあ、英断かもしれないけどね。みんな、期のように手にがならなくてごめんな。会いまくってごめんな。アクセスできるやつできないやつがいる何のために何のためだろうね。都市伝説として噂になったサイトらしい雰囲気作りかまあ確かに、お前のさ、部屋にあるこのハニワバなんの <laughs> 思ったんだけど。お前はこういう経緯に何得意なの。何この禍々しいハリみたいなやつ。まあいいや。もっともらしい理由を考えるならばそのあたりが妥当だ。だけど特定の時間しかアクセスできないことと相まって、そこはかとなく不気味そう感じた。まあ不気味だよね。アクセスできる人とできない人がいるって時点でだいぶ不気味だよね。うん。 メッシュサムネが4マリオ以外の動画を再生してみる。あ、この人も普段出てきてるよ。うわあ、本当に表示されたえ、挑戦と質問どっちやる方がいいかなっていうか、挑戦って失敗したらどうなのま、せっかくだから質問内で答えていくんだけどね。この動画は俺と同じ流れでゲームが始まっている。おぉ、仲間。最後まで見てみるが、質問内容が違いてる流れは完全に一緒だ。おぉ、もうもうもう。 確かに、まあ内容は AI だから変わるんだろうね。ただこの実況者、実況者は質問選択でちゃんと正解で終わっていた。正解があるのあらば。俺だって普通に答えたのに、この違いは何なのだろう。確かに。普通に答えただけなのに。<laughs> 正直に答えたのに。AI に理解されにくい文章だったのか、それとも AI 自体薄れ、正解不正解がランダムなのか。もう、めちゃめちゃ分かりやすい文章だったんですよ、私。 サイトに深まる対する謎は深まるばかりだった確かになまあいいとりあえず今日の動画を撮ろう以上インターネット今日の分も始めていきましょうあなたとお話しするのは3回目ですね私も少しずつあなたのことが分かってきましたあなたはあまり真実を答えたからない人ですねいっそ挑戦のみにした方がいいのでしょうか でもそうなるとゲームにならないので今日も同じ質問をします。あなたは真実を答えますかそれとも挑戦しますかえどうするこれ挑戦だけにしてみるのもありじゃない割と。いや今回はじゃあ挑戦にしてみましょう。 えい,い。挑戦ですね。今日の挑戦は、そうですね。明日乗る電車はいつも乗る車両の右隣にしてください。おお右隣。全然行けます。はい。それではまた明日。ここでお話できるのを楽しみにしています。割とあっさりさ、挑戦。ゲーム4日目。お、駅だ。 いつもの車両の右隣。ここか。俺は朝の通学で普段乗る場所の車両番号を確認すると、番号が一つずれた車乗車位置に並んだ。動画界のことだし、理事にやる必要ないのだが、実行しても実現があるわけじゃないし、やるだけやることにした。まあ確かにね。やってみようかなと思うよね。それぐらいだってできるしね、普通に。まもなく3番線に電車が参ります。危ないですから、白屋の内側に下がってお待ちください。 ま、この線かな。ここより内側にね、下がってねーってことだね。しばらく持っていると、ホームに電車が入ってくる。黄色い電車。派手。普段と乗車位置が違いてりで、特に変わった様子はない。まあ、確かにね。知らない電車が映いたりしたら面白かったのに <laughs>。なんて思いながら、俺は電車に乗り込んだ。だけど、そこはある意味知らない場所だった。まあ、確かに、いつも見てる場所と違うから、全然、 見えるる風景とかも変わってくるよねここ女性専用だ <laughs> いやっちまった <laughs> あ最悪 <laughs> 相手席に座って何気なく前を見ると反対側の窓に小さなケージを見つけたそこには7時から10時まで女性専用車両と表記されているああ書いてるね背筋を嫌な汗がつた最悪だ、ね、よ いや、女性専用というのはあくまでお願いであって、法的な決まりではない。一応男性も乗れたはずだ。追い出せる可能性あります。はい。だけの心なしか周囲の線が冷たい気がする。その冷たい線とは逆に俺の子はみるみる熱くなっていく。うわー、やっちゃったー。あー、横にずれたいと思うよね。は、早く車両移動しないと。<laughs> そう思って車両の端を見るが何の冗談か左右どちらの端も上客が固まって扉を塞いでる最悪じゃねえかよ <laughs> ここにいるんだろみんな <laughs> 最悪じゃん逃げる一回降りて車両移動しようん、車内は空いているねこの人たちはどうして立っているんだしかも扉の前にないて最悪な客じゃんめちゃめちゃ迷惑だ座れよああ積んだ終わった <laughs> この電車は快速だ。次の駅まであと10分は降りることできない。最悪だ。俺は車両の移動を諦めるとスマホを取り出して周りを見ないようにした。最悪 <laughs>。それからどれくらい経っただろう自分の感覚ではもう駅に着いていい頃合いなのだが、顔を上げ窓のティッシュを確認すると、通過する4駅のうち、まだ最初の駅を通り過ぎたあたりだった。うわあ時間が長く感じるよね、こういう。 早くすりろ、早くすにろって思ってる時こそ、ゆっくり進むんだよね。なんなんだろうね、あれ。こういう時は時間の流れが本当に遅い。早くついてくれ。<laughs> 甘い。心の中で何度も念仏なりそう唱える。わかるよ。すると、女性の刺さり合う視線ではなく、もっと違う。形容しわたい気配を感じた。何なんか、なんかいんの朝だよね。だって、7時から10時って。 その気配に思わず顔を上げるそこにいたのはまっすぐにこちらを見つめる知らない男だった <laughs> なんじゃあそりゃ怖ごいめっちゃ怖いその異様な漁村に先ほどの肥料はないほどの緊張が走る怖い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 自分以外の男性がいた安心感なのはみじんもないないよ怖いよ 俺には周囲の女性よりこの男性の視線の方は何倍も恐ろしかった。こわ。早くついてくれ。もう祈ってるよな。俺は先ほどと同じ言葉を心の中で何度もつぶやいた。もう一度顔を上げる勇気はない。うちもない。こわー。電車を止まるとドアの外だけ見てホームへと逃げ出した。走れ少年、走れそんな不気味な目にあいつも動画収録は中断しない。 相変わらずねサイトに接続できる人間とできない人形を作ったりプレ,イ量プレイ状況をサーバーに保存したりするくらいだまこ、あ、ってんなゲームを中断したら失敗を放棄とみなされ二度と遊べなくなるだろうまあ、そう言われるとやりたくなっちゃうよねわ <laughs> かるわかるそれはさけたかった 夜に再生数を確認すると、俺の1回目の投稿は再生が2000を超えていた。おー、順調、順調。ユの人気実況者だけでなく、他の有名どころのサイト、有名どころもサイトの接続に挑戦し、話題を呼んでるらしい。確かにな。やってみたよね。このタイミングで辞去やめる理由はない。まあ、確かに見れてるしね。実際。ただ、少しばかり不安を感じている。 朝見て男性は何だったのか。怖いよね、普通に <laughs>。たまたま同じ車両乗り合わせただけなのか。それともオカルト的な何かだったり。オカルト的な何かだったらめちゃめちゃ怖いけどね。これ見て。これ見てどういうこと何他か変わってくるぞ。ないない。大学生にもなってそんな変なことにビビってどうすんだよ。まあね。うん、大学生だもんね。 これはチャンスなんだ。はあ、はあ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 、どっちが、どっちが。寄ってた再生なんて二度とないかもしれないんだぞ。ひよるなわたりひよるなわり俺は大声出して不安をかき消した。さあ、今日も動画を撮ろう。おー。さあ今日も撮っていくか。あ、今日も始めていこう、九段。 よかった今日も来てくれてとても嬉しいですうわなんかさ迷ってたのをなんかさ透かされてる感じっすよね若干「よかった」って言ってるのはちょっと怖いよねうあなたは本当に真実を答えたがらない人のようですが真実は嫌いですかでも好き嫌いよくありませんだから今日も同じ質問をしますあなたは真実を答えますかそれとも挑戦をしますか あー、いや。あ、ちょっと、うちの正解を見てみたいので、ちょっと手術をやってみたいと思います、普通にはい。やっぱりね、正解ですって言われたいしね。では質問です。あなたは悪い人ですか人間にいい人なんています。ん嫌 <laughs> だって。 って思ってるって思ってますって思ってもないくせに嘘を答えましたね仕方がないので今日も私が指定することに挑戦してもらいます挑戦のお題は今日会った人たちの中で一番印象的だった人について話すですそれではどうぞ絶対あの男じゃん一番印象的だった人は そう言われて真っ先に思い浮かんだのは昼間の男性だった実は昨日の挑戦ちゃんとやったんだけどさそしたら乗った車両が女性専用車両だったんだよそれで俺はちょっと笑い話のような感じであの時のことを話した一応ホラディメインの実況者なんだし声だけは怖い感じで話した方がいいのかもしれないがどうしても あれをオカルト的な現象と結びつけたくなかったのだ。まあ、確かに怖いしね。うん。怖がると寄ってくる。話すと本当になる。もう嫌だって。やめろやめろ。それがオカルトに起きる定説だ。やめて。定説でもやめようぜ。って感じでさ、向こうもかなり焦ってみたいでさ、すごい顔でこっち見てたんだよ。<laughs> でも、その時は俺もテンパーテでさ、すごい顔でこっち見てる男がいる。 なんってめちゃくちゃビビってたんだで駅に着いたら出しろりて3両先の車両前に逃れたんだけど今考えるともうちょっと落ち着けって話だよな <laughs> その後は普通に学校行ったから男の人がどうなったとかは知らないんだけどこんな感じでどうでしょう学校行ってお前学生ってっつってんの大丈夫年わかるけど面白い話はありがとうございます挑戦クリアです ですが、その人物について私はとても興味が湧きました。せっかくなので、その人の正体について考えてみてください。これは個人的な興味なので、強制ではありません。それではまた、明日お話しできるのを楽しみにしています。あー普段。ウィーチューブなんだね <laughs>。動画を撮り合え、いつものようにウィーチューブを開くと、おすすめ欄に、 これから7目夢物語には最終日を迎えのおっいいじゃん、配信。より、こう、リアルタイムでね、見えるのはすごいよね。うわ、先越された。<laughs> 一番なりたいよね、やっぱり人気なものだったらさ。最初に出てきたのはその言葉だった。もうゴリゴリの実況者じゃん。ゲームを楽しもうぜ。嘘技は本当なのか 最終日にはどんな演出があるのか注目度はどれくらいなのか純粋な好奇心と自己展示欲。その他諸々の感情が頭をぐるぐる渦巻いて、俺は配信ページに飛ぶかしばらく葛藤していた。わかるよ。ネタバレになるもんね。自分の中ではさ。そして悩みに悩んだ末。うわぁ、え見るか見ないか悩むな、正直。いや。 見たい気持ちはめちゃくちゃ分かるよ。っ、まあ、ていうか自分も、まあ、気になってるやつとかやりたやつとかのマダミスとかねそういうもう一回見たら遊べないゲームとかもうこれやりたいなと思ってても,もう気になったらやる前に見ちゃうんだよね人の配信とかさ <laughs> そう。だから配信見るっていう気持ちはめちゃくちゃよく分かるんだけど 実際今自分が投稿してるわけじゃん。で、割とさ、こう、早い段階でやったってことは、もう、こすりにこすられまくったゲームとかじゃないか、デリは。見ないでおこうかな、と思ってます、私は。私は見ない派です。もうすでにやってるのなら。うん。あ気になるけどね。ドラマとかだったら見ちゃうけど。<laughs> ネタバレとか <laughs>。 見ないことにした。えーこれ見なくてよかったのかな <laughs> 配信に何があるか自分の目で確かめればいいだけだ。まあそうね。先にオチを知ってしまってそれはくだらないものだったら体温でらし知らない方がきっといい映画撮れる。それはそう。疾水の配信者、実況者だね。そう思ったら自分の動画を投稿し終わるとすぐにブラウザを閉じた。 <お> <laughs> 怖いって <laughs> <笑>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 。ああ、こ、これはセーブ。ああ、で、これはロード。

俺のゲームもついに5日目7日目を終わると一体何があるのだろうそれが気になって仕方がなかった俺は収録の前に SNS を開いていたあー昨日の配信についてのね誰かが投稿してるかもしれないし見ていない7夜の夢語で動画を投稿している実況者たちのつぶやきだ動画サイトで7夜の夢語を検索すると体感的に1割程度の人間がアクセスに成功しゲームに挑戦しているようだった あ,ああじゃと珍しい方だねうん残りの9割はレースになっても404画面のままでサイトにアクセスできていないうわあそうなんだそして俺らは先にゲームに挑戦し始めて7日目を終えた実況者を探していたのだがというわけか昨日の配信以外でそれらしい人間を見つけることはできなかったおーおーおおおおお どの投稿も4日ういうことえっえええどういうことそこで更新の止まった実況者たちの SNS を確認してみたのだが4日目5日目で止まっている実況者たちはそれ以降も日常や別の動画の更新などを活発につぶえているのに対し6日目まで投稿した実況者は SNS もパタッとつぶやきれを止まっていた。 なんかあんのこれが何を意味するのか。偶然だった欲しいが、俺は不適な何かを感じてならない。大学生にもなってこんな怒るとを信じるなんてどうかしてるとは思う。だけど正直なところ、このまま進めることに不安がある。いや、うちも今、心臓の動機がやばいよ、結構。再生数は順調に伸びている。いや、お前、再生数なんか二の次よ。 生ゆ目ごたえをきっかけに他の動画を見てくれる人も最大のいるようで、チャンネル登録者数も日に2、3人ずつ増えている。うわぁ、でも、ありがたい。毎日2人ずつ増えるとか言ったら、でも、3日目4日目、終わっても20人か。だけどそれだけだ。それだけのためにこの不気味なゲームを続けてその先に何があるうわぁ、いや思うよ、そう。 7日目を終えて、九段に質問して、普通に終わるならそれでいい。AI ね。九 <laughs> 段で言っちゃった。でももし違う何かがあるのなら。<laughs> いや、終わりたい。正直終わりたい。私はここで終わりたい。ただ、真相を知りたい。 なと思ういや、ここで引き返すのがいいんだろうね、じっと。やっぱりさ、見たいよね。普通な純粋的な興味。まあ、抗議士は猫をも殺すって言うけどね。いや、考えすぎだ。ホーラー映画にあるようなたりノルウェーたたりに関しては にしては関わっている人数が多すぎるし、きっと何か仕掛けがあるのだろう。例えば。オチはプレイした人だけ知る権利があって配信は禁止。適当な理由を捨てて最終日は見せないように。ああ、みたいな規約が何か表示されるのかもしれない。まあ、あるある、ある可能性はあるね。うん。それを破ってまでオチを見せる実況者は少数派だろうから、 遊べた人自体数が、ま、少ないこのゲームでは7日目が夏のままになっていてもおかしくはない。まあ、昨日の配信者がちょっと例外なパターンだっただけであってね。可能性はある。聖釈府側が YouTube にバーンさせたのか。きっとそうだ。この予想が外れていたとしても別の最もらしい理由があるに違いない。正体見たり可憐はな。おーい,いですね。絵に耳ってないで早く今日の分を取ってしまう。